今日は3月22日の水曜日ですね。現在お昼の2時過ぎです。今日はいつもの場所にカレイを狙いに来ています。で、今回釣りをする機会があんまり少ないので、春カレイ大体 2,3 回ぐらいの兆候になると思います。で、確実に釣っていくために今回は竿を3本用意しました。で、まだ3月下旬なので餌取りもいないかと思うので、ちょっと装飾の激しめなやつを使ってカレイを狙っていきたいと思います。餌の方がですね、マムシ1500円分とアオスメ1500円分それぞれ買っています。それ出すのが多分夕方の6時前後になると思うんで、それまではちょっと餌の消費を抑えながら釣りをしていきたいかなと思います。
でか酒蒸し待って待って季節おかしいで嘘やろ